岐阜県は昨日夜、専門家を集めた新型コロナの対策会議を開き、今月21日が期限のまん延防止等重点措置について話し合いました。会議後に古田知事は、県内の感染状況や医療体制などについて、国が出した解除のための基準を岐阜県は全部クリアしている。専門家は21日で一区切りというのもやむを得ないという感じだったと話し、今月21日で措置が解除となる可能性を示唆しました。飲食店への営業時間短縮などの要請も解除するとみられ、県は今日午後に対策本部会議を開いて、今後の対策を正式に決める方針です。